企業でなんかすごい映像。今日はこんなネイバーで無料なのにクオリティやばい。ビビター2回目やっていくわよ。寝ているボスヤンキーの顔面直前で、この暴走族チョロ Q を止めるデスゲーム。まずは練習で力加減をしっかり確認。死ぬぐらいの感じで。結構いい感じの一味停止。悪くはない結果だったけども。やっぱもっとギリギリまで攻めたいんじゃってことで、さっきよりちょいパワーアップしていくぜ。おし、こんなもんだ。何よ、オタゲーマーの腕前ってやばくね。あー、終わった。やっとぶち切れますよねこんな感じの面白シンプルゲーム満載のビビッター。今日はオンラインで4人バトルの様子をお届け。初挑戦の時はまさかのビビだったヌシさん。すごいでしょ、こんなのも出てくるのよ。初見のゲーム多すぎて負けちゃってからの、いろいろゲームサーチしてからのリベンジマッチじゃ。まずはヒーローになって怪獣の弱点部分に見事ジャンピングキックを決めるゲーム。まずは一人目、コリコリさんの挑戦から。おっと、これは弱すぎたがまだ練習。さあしっかり調整してくるかな。めっちゃ良いとこに決まったが、聞いてる？わずかに赤い弱点部分には届かなかった模様。グッド。さあ2人目、アルフォさんの挑戦。ここからは他のプレイヤーさんの練習シーンはカットでいきます。ここも弱点まで届かず、これは主ちゃん1位に躍り出るチャンス、だな。ここで主がチキらずに華麗に弱点に強力な一撃を。さあグッドの上の評価、クールいけるか。センバー主レンジャー30。さあ、練習でしっかり力加減の把握。強すぎると怪獣に食われてチンです。さあ主選手、見事修正し赤ゾーンにキックできるか。まあ見てな、華麗な主ヒーローって華麗に処置された。しかもまずいんかい。ことで第一種目、勝負しすぎた結果。ヌシさん0点、どんない。残りの2種目で挽回するしかねえぜ。最後の挑戦者、レナマリさんはどうだ？ここも引っ過ぎた。結構難しいこれ。ってことでまだまだここから逆転チャンスは十分。ビビりすぎたよ。さあお次は何になるかな？大サッカー、これは主かツッショなんだって。小学校から高校までサッカー部。あまり関係ない気がしても突っ込まないであげてね。キーパーに取られないポストの内側ギリギリを狙って蹴り込め。制作者さん、これ絶対にキャプテン翼意識しているでしょ。一人目ホリホリさんのシュートから。大弾かれたが見事にゴール、素晴らしい。これでグッド判定かな。やはり、これでグッドだから。クールダスにはキーパーにすら触られないギリギリのコースへ。お次はアルフォさんの挑戦です。おポストにヒットを。めっちゃ攻めて限りなくクールに近いのに。このゲームの恐ろしいとこ、少しでもアウトだとどんなに100点に近くてもゲームオーバー0点。それに対し、かなりビビった結果でもポイントもらえるから、ここは儲かプレイヤーの点数見て勝負するか安全にいったよね。ですな、まあ主は1回目0点、もう勝負に出るしかねえのだが。そしてここは残念、手なまりさん止められた。ちょっとビビって。でも248ポイントはもらえます。それじゃあ最後に主がキーパーが1ミリも触れないビューティフルシュートを。キャプテンセンターを主、いけるかな。こう見えてもリアルでも主、フリーキックのキッカーだったんだぜ。けど真ん中下手くそすぎやないぜ。すいません、調子乗りました。この種目初めてだったんです、許してください。ビビりすぎたよ。お次で最後の種目、ここで高得点出さないと。最低でもプールがさないと優勝は絶望的に。
押し押し、最後は何回かやったやつ、ここで一発大逆転行きたいが、まずは他のプレイヤーがプールとかミラクルプレイしちゃった時点でも優勝は絶望的ってことで、ここは猛攻得点が出ないのを祈るのみです。親方の注文した長さで柱を切るゲーム、ここで長さをしっかり覚えて入る。さあどうかな。いや、うますぎか。これはプールは確定でしょう。やはりお見事プールからも残り5センチで2240ポイント。うん、主が優勝する道は残り0センチ、ぴったりを出していけるかどうかのレベル。さあ、レナマリさんはどうかな。主も、ここでしっかりイメトレイメトレ。ちょい短いような。お、いいぞ主ちゃんの感覚合ってる。押し押し、せめて最後に良いとこ見せないとな。ここまでずれちゃうと、こうなります。ちょっとビビってる。さあ主ちゃんの出番、来ました。集中だ集中、は主ちゃんに依頼があった柱はこちら。かなり長めだな。これが吉と出るか凶と出るか。しゃ、勝負の時。短すぎん。思った、それ私も思った。はい、吉田主意感、自分でも思いました。今回全部ひどすぎた。ちょっとビビってる。はい、次回は絶対優勝リベンジします。からの最後、アルソさんがプレイ後結果発表です。ここでアルソさんがミラクル神プレイしなければ、もうホリホリさん優勝で決定だが。ちょっと長かったようね。で、いかにかにー。マジか、まさかの主がやりたかったミラクル大逆転やられた。出ました、0センチ最高の結果。劇的展開からの最終結果は、惜しくもホリホリさんには届かずも、一気に2位に躍り出たアルフォさんからの2000連続ビリの主でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。